スタートです。まずは、隅田の生息地からの活性機構ですね。はい。あ、先ほどの活力肉戦っていう題ではちょっとなかったみたいですね。はい。はい、活性機構からの、細川選手、結成の原始。うん。まあ、ストームとしては、まあ、序盤にドローソースを、連打して、手札を整えていくというのが基本になりますので、まあ、1ターン目、ドロースタートなのは、まあ、普通ですね。はい。活性機構を置いてからの鋼の感謝。さあ、活性機構、なかなか見ないカードのように見えますが。そうですね。うん、まあ、この鱗神話のためにあるようなカードといっても過言ではないですね。まさかこんなカードを見つけてくるとちょっと全然思いませんでしたけど。はい。さあ、細川選手、ちょっと土地が一枚止まってしまいましたが、その間に、林選手、どんどんと展開を詰めていきます。ああ、なるほど。結成の原子があるからワンラウンドでキープして戦術で下下で送ったんですけど、残念ながら土地2枚目たどり着けずというところで、はい、ストーム側は土地非常に絞ってまして、はい、最近だと土地17枚というリストとかもあるので、あ、今回も土地17枚ですね、はい、なので、まあ、相当絞っているので、まあ、ちょっとリスクはありつつ、まあ、爆発力を重視しているということになってしまって、まあ、ちょっと裏目があるのは仕方ないですね。はい。そして鼻の感謝を使ってカウンター増えていきます。もうすでに3ターン目にして鼻の感謝歩行バリスタはカウンター2個、そして活性機構で出てきた、遠くにもプラス1カウンターが乗っているということで、うん、そうですね。ウォーキングバリスタも強力ですよね。こちらもクロックが実質、最終ターンだと2倍になってしまいますので、はい、アタックしつつそのカウンターを飛ばして相手のライフ削っていくと、はい、いうことですね。さあ、オスカー選手、ちょっと土地が引けてないような形ですかね。もうすぐ置いてないってことは、なさ、ああ、もう戦っちゃいましたね。はい、もう無理ですね。オスカー選手、土地が1枚ということで、ちょっと何もできずに、マックは投了と。まあ、相手もこれで分かったような形ですからね、林選手の動きも見て。まあ、そうですね。うん、ウロコ神話用にのサイドボードはできるとは思います。まあ、対する林選手は、まあ、ストームと判断、まあ、どうでしょうね。スイスランドで当たってれば分かるとは思うんですけども、一旦目原始で、投了となると、ちょっと若干絞りづらくはありますね。はい。さあ、ただいま、第12期、神挑戦者決定戦準決勝の模様をお送りしております。1本目は、ウロコ神話を使っている林選手が取りました。さあ、ここからサイドボードになっていきます。さて、こう、1本取られてしまいました、細川選手ですが、このウロコ神話に対しては何のサイドボードを入れていくんでしょうか。そうですね。細川さんのレシピですと、サイドボードだと、はい、まあ、見た目効きそうなアブデードが、まあ、本来アーティファクトデッキに対しては非常に刺さるんですけども、はい、クリーチャーに対して打っても非常に弱いんですけれども、はい、ウロコ神話が、何でしたっけ、ダンピングステア、スフィア、はい、ドミナリアで出た、2マナのアーティファクトで、はい、単中に唱える呪文が毎回、1個ずつ重くなっていってしまうっていうアーティファクトを、積んでくることを予想して、はい、そのサイドボードに対するサイドボードとして、アップデートは入れてくると思いますね。あ、なるほど。さらにあとは稲妻が2枚とぐらいですかね。稲妻、そうですね。まあ、クリーチャーに対して、まあ、火力が、まあ、意味ないとは言ったんですけれども、先ほどの、はい、鋼の感謝に対しては、まあ、稲妻で、処理することもできますので、はい、まあ、稲妻ぐらいだったら、まあ、入れてもいいとは思いますね。はい。そしてちょっと気になるのが、サイドボードのある、ユナイトメモリーズという、記憶の点火というカードですね。こちらが、5マナのソーサリーという、プレイヤー1体対象としてそのプレイヤー手札から1枚カードを無作に公開して、あ、そのカードの、マナコストに等しい点数のダメージを与えるというストームのカード、はい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 、はい、なんか最近ちょっとそれ注目されてるみたいなんですよね。あ、そうなんですか、はい、はい、先日もちょっと、まあ、他の方のサイドボードにそれ入っていることを見かけまして、多分、まあ、はい、トロンとか、そのあたりに入れてくるんじゃないかなと思うんですよね。なるほど。相手の手札で重いコストのカードをめくれたら、それで、そうですね。大ダメージという感じのカードですね。はい。はい、特に、まあ、もちろん、ストーム
が、ついていますので、はい、例えばマナ加速からそれを打って、はい、まあ、ウギンやカンラをめくって、まあ、一瞬で倒すと。なるほど、なるほど。いうことが見込みますね。ただ、まあ、今回の、まあ、鱗神話相手には全くちょっと、そうですね、重さ的には足りてないので、まあ、入れないとは思いますけれども。はい、まあ、ちょっと注目というか、なんか意外なカードが入ってたので、ちょっと気になってしまいました。はい。はい、こういう、なんか、あの、古いカードでも、最近の、はい、新しい方どんどん発掘されていくっていうのがすごいですよね、モダン。はい、環境に合わせて言いますか。そうですね、最近その、まあ、前からもずっとトロンは、いたんですけれども、はい、まあ、最近、メタゲーム的にちょっとトロンも、いい位置にいますので、はい、まあ、今回もちょっと、決勝ラウンドには残っていないみたいですけども、トロンは、非常に多かったというふうに、あ、なるほど、言ってましたね。はい、さあ、ただ第12期モダン新挑戦者決定戦準決勝の模様をお送りしております。準決勝フィーチャーテーブルは、ストームを使っている細川優也選手対、鱗神話を使用している林正隆選手の対戦となっております。まずですね、1本林選手がメインゲーマー取ってタイマーからサイドボードという形になっていきます。さあ、ストームを先手を取るとですね、まあ、かなり早くゲームが終わってしまうこともありますので。そうですね、結構、3ターンキルも、目に見えてきますからね。はい、まあ、特に今回 の、はい、この細川さんのリストですと、バラル と、ゴブリンの静電術師がちゃんと 4-4 取られているので、はい、2ターン目に、絶対出すぞという勢いが見受けられますね。うん、最近その、バラルは4投されているんですけども、まあ、ゴブリンは、3枚というリストが、まあ、メジャーだったんですけども、はい、まあ、安定して、まあ、絶対2ターン目に出したいというところで多分 4-4 で取ってるんでしょうね。はい、それではマリガンチェックに入ります。さあ、もう両者すぐにキープして、細川選手まずは決戦の原始で手札を整えていきます。さて、細川選手は2枚とも上でターン終了と。ああ、パズルに切り替えてきてますね。はい、細川選手、さあ出ました、硬化した鱗。こちらプラス1カウンターがプラスでさらに1個置かれてしまうという。さっきは出てなかったんですけども、まあ、今回はちゃんと緑マナー引いて出てますね。はい、まあ、ただちょっと土地が引きすぎて実があまりなさそうに見えますが。はい、さあ、須賀選手はバラルで対抗していきます。うん、そして林選手、さあ X1 で唱えたバリスタですが、うん、プラスカウンターが2個と。ここはゴブリンだったら2点で足りたんですけどね。はい、さあバラルタフネスが3ということで。そうなんですよ。2と3の差が出るんですよね、結構。硬いカードですね。はい。さあ、オスカー選手、かなり手札良さそうに見えますが。そうですね。もう見切り発射しちゃっていいんじゃないでしょうかね、これは。さあ、まず儀式から。1マナで3マナ。ここから。マナモルフォーセ。はい、魔力編で、さらに1マナ増えて、青、赤を使って、青を捻出して、さらにワンドロー。さあ、1マナ軽くなっているので、さらにどん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 、マナが増えていきます。そして2マナで、パズルのかけらですね。こちら5枚めくって、インスタントソーサリーを2枚、手札に加えると。ここでフィニッシャーをめくりたいとこですが、はい、儀式が、捨て身の儀式と発熱の儀式と、錯覚。ということで、錯覚と、発熱の儀式を手札に加えました。今、ストームが 3? からの試練。さあ、かなり、まあ、何もなければということですか。ワーレン引きましたね。はい。サーナガーの層でストームをついていて、唱えると、ゴブリントークが2体と。さあ、ストーム5で発熱の儀式からの、アブレード。アブレードで、さあ、ここは、まあ、本体に飛ばすしかないですね。ここバリスタが除去されてしまいました。からの、ゴブリの電術師で、さらに、そのためで、おー、すごい。はい、ストーム8ですかね。なので、16体。ストームが8なので、あとオリジナル含めて9回ですね。18体。16体。16体。オリジナル含めて、ストームが8か。なので、ゴブリントークン18体が、16体が3ターン目に登場ということで。これは、さあ、林選手。サイドボードにこれに対抗するカードがあるのか。林選手かなり分回りというか、いう感じでしたね。そうですね。まあ、ストーム本当に3ターン目にこれだけの盤面出すことができちゃうんですよね。さあ、何か対抗する手段があるんでしょうか、林選手。かなりいいスタートだったんですけどね。
そうですね、ウロコとバリスタなかなか結構脅威は出せてたんですけれども、ウォーキングバリスタの効果が 発揮しきれずに終わってしまいましたね、はい、バーラルのタフさんが大きかったということですね。はい、ここたまらず林選手投了いたしました。第12期無男子挑戦者決定戦準決勝2本目は細川選手が勝利しました。さあこれ1対1ということで3本目に入っていきます。さてさあ林選手、先ほどちょっと紹介はできなかったんですけども、サイドボードですね、こちらストーンに対してはどういうカードを入れてくるでしょうか。そうですね、サイドボード後はダンピングスフィア3枚ありますので、こちらは、はい、減衰球ですね。減衰球ですね、はい。あと、なんだ、ダブル、これなんですかね。はい、ダウンオブフォース。ダウンオブフォース。フォース。あ、希望の夜明け。あ、はい、これも入らないですね。となると、あとは、まあ、先ほど手札でちらっと見えたんですけど、外科的テキスト入れてましたね。はい。まあ、ただ、基本的にストームは、サイドボード後は、はい、墓地対策されてくることを前提に、サイドボードをしていますので、はい。まあ、確かに、まあ、入れといて損はないんですけども、外科的テキストをしたからといって、勝てる勝負にはならないですね。はい。まあ、炎の核からのヌルートもありましたが、先ほど2本目ので見せた、手札から数値というか、まあ、手札からつなげていって、サーナからの送電につなげるというパターンもありましたね。そうですね。はい。はい、大体、2本目はパズルに切り替えていくことが多いですね。はい。さあ、ただいま、第12期モダン新挑戦者決定戦準決勝の模様をお送りしております。そうですね、準決勝のフィーチャーテーブルは、ストームを使っている細川優也選手対、うろこ神話を使っている林正孝選手の、ゲームをお送りしております。ただいま、お互い1本ずつ取って3ゲーム目に入ります。先手は林選手です。さあ、先ほどは細川選手に先手3ターンで決められてしまいましたが、さあこのゲームどうなるでしょうか。ですね、アークライトレッドは残念ながらこの無男子挑戦者決定戦ではちょっとトップ8には残らなかったんですけども、まあ強力なデッキですよね。そうですね、はい、はい、今が旬な、さあ、はい、まあシャッフルを念入りにしております。あ、でもさっきの試合、はい、もしかしてその所定に活力の力戦があったら、はい、一旦以上持ったかもしれないですね。あ、でもダメか、あれは自分だけか、関係なかったですね、失礼しました。はい、さあ林選手注目の活力の力戦手札にはあるんでしょうか。なさそうですかね。なさそうですね。ちょっとこれどういう風に使うのかすごい聞きたいですね。はい。さあ林選手の独特のチューンとして活力の力戦、お出てきた。恥ずかしいです。たまらず確認。たまらず確認。なんだこのガードはということで2回二度見してます。あ、さあ場に出る、残るんですね、はい。ゲーム開始に出してもよい力戦で01の修正を受けて出るたびに1点のライフを得ると。さあ見たいカード出てきました。そうですね、これがどのようにちょっと働いていくのかちょっと見ものですね。はい、細川選手は1ターン目手練で終了です。さあ、そして林選手続いて1ターン目緑マナ確保してたんですけど、1ターン目の動きはちょっと残念ながらなかったですね。まあ、活力の育成があることで多分キープしたと思うんですけど、だからそれほど魅力的なカードなんでしょうね。はい、 1ターン目は鋼の感謝ですね。じゃあプラス1カウンターをアーティファクトクリーチャーに置いていくカードです。これはまだ、金属術は達成してないので、オパールモックスがまだ機能していないですね。はい。そして、細川選手2ターン目は先ほどと同じように、順防長バラルを出していきました。もう死刑宣告されているような感じしますね、これだけで。やはり1マナ軽くなるということにとって、本当にストーンにとっては、かなり重要なパーツの一つですね。そうですね、あの赤のリチュアル系が黒のダークリチュアルのような動き、モダンで許されていないダークリチュアルが打てちゃいますからね。はい、さあ林選手ここは活性を打って見せます。細川選手3回目テキスト確認僕も出されたらちょっと見ちゃいますね見ちゃいますね、これは。はい、さあ古き物の活性で、ダークスティールの状態を持ってきました。これで金属術達成です。さあからバララどうしてもここは除去しておきたいところだとは思うんですけども、そうですね、除去してきましたね。おお、ちゃんと持ってますね。はい、システム切断で
神保町バラルは除去と。今まで、さあ、減衰級。さあ、こちら、ストーム対策カード。ですね。一回除去されても、ストームの場合は、ドローソースで、またフィニッシャーを再度探すことができるんですけども、原石を置かれることによって、ドローソースの連打が、しづらくなりますので、それだけでもかなり厳しいカードですね。はい。パズルのかけらで、サクハクと、マルクエン。ちゃんとサイドボードを引き込みました。はい。サクハクで、いいですね。こちら、おそらくは、減衰期を除去していくと。そうですね。そうなりますね。はい。という感じでしょうか。まあ、ただちゃんとその減衰球に対応するために1ターンをちょっと使ってしまうと思われますので、はい、それだけでまあ鱗神話としてはまあ十分仕事したんではないかなとは思いますね、はい、ただちょっと黒くここでもう1体ぐらい追加したいですけれども、はい、これ隅川生息地を起動して鋼の感謝でプラス1カウントしてアタック、うん、毒が2個という形ですね。ここはもうちょっとクリーチャー並べていきたいですが、なかなか。さあ、ここで減衰期破壊していきました。ステージ1マナ。で、シュレント。さあ、ここは手札にバラルもう1枚ありますね。あ、うんうん、あ、アブデードですね。土地いらないんですね。さあ、ここで手札を整えていきます。さあ、林選手、相手が準備が整う前にゲームを終わらせることができるんでしょうか。さあ、ここは1マナ。2マナでお4マナ、 4マナ、お活力に苦戦ダブルバリあではない、はい、発光バリスタをもう1枚で、手を持っていたので X2 で出すと、うん、でここでとりあえず起動だけして鋼の感謝で、はい、プラス1カウンターを乗せると、はい、これでバラル除去できるようになりましたね。そうですね、はい、これで対策はできたんですが、さっきほど、アブデードテクノに加えていたので、はい、バラルを出す前に、ウォーキングバリスターの方今だったら、処理できますので、はい、多分もうこのターンに処理するしかない。あ、ただタフネス4か。そうですね、タフネス4ですね。あ、じゃあもう、あ、でも、あ、でも大丈夫か、アーティファクト破壊モードで破壊できますので、ね、はい、大丈夫ですね。さあ、オスカ選手終電を打ちましたが今悩んでおります。まあ、ストもかなり難しいデッキですからね。そうですね、やっぱ独特の動きもありますからね、計算もすごいしますし、はい、ドローソースで何を持ってくるか、今後のゲームのビジョンを考えて選択したいところでありますが、さあ今この2枚は何でしょうかね、ちょっと分かりづらいですが、ブドウ弾と、ブドウ弾見えますね。ブドウ弾を取った感じですね。はい。あ、ブドウ弾と発熱の儀式で、発熱の儀式を取ったんですね、今。うん。はい。で、そしてここで、サクハクを、ここバリスタに。3点は飛びますが、ただこれでバラルは守ることができますので、はい、なかなかいいですね。今の状況、林さんが、隅川の生息地でしか、はい、まあ、攻められない状態で、そこまでプレッシャーはかかっていないので、はい、まだストーム側は全然準備するターンはありますね。さあ、引いたのは鋼の感謝2体目。ここは、さらに隅川をアクティベートして、さあ、鋼の感謝で。育てていきます。これ毒が6ですかね。そうですね、6ですね。はい。うん、なので、まあ、とりあえずラストターンではありますが、オスカ選手もかなり手札が整っていると。バラルがありますので、まずは2マナ。順望長バラル。さあ、こう繋げることができるでしょうか、オスカ選手。かなり難しいですね。そうですね、あ、ブドウ弾なさそうに見えますね。さっきアブデード取ったのか。だとここはもうパズルのかけらにかけて、はい、もう見切り発射するしかないっていうところですね。はい、さあ儀式を連打して7マナまで飛ばしていくか。まずはここで魔力剣挟んでいきました。まあ、ワンドラ先の方がいいですね。はい、あ、途中ですね。さあ、ここで青マナ2個と赤マナ4つと、そして今までパズルのかけら。ここなんかマナーボーンありそうな感じがしますね。何か引けるかというところでしょうか。あ、ドローソース。さあ、選択と手練。
まあ、こうちょっと青マナが足りなさそうにちょっと見えてきましたね。そうですね、土地セットはまだしてないですけれども、ちょっと魔力編とか引かないと、あ、パズルか打つか、はい、パズルですね。これ2マナでパズルのかけら、さあめくるくができるか。あ、ここで巣穴からの総出と武道団、お、これはかなり良さそうですが、ただストーム的に、フラッシュバックをつける、炎の中の過去もありませんので、はい、手札の分しか、ストームがたまらない状況ですね、はい、となると今ストーム6だとこの単に武道団で決めるのは無理ですね。あのちょっと武道団ではちょっとストームが足りないと、足りないですね。確かに他も土地を置いて、1マナのドロースペルを打つしかないとは思うんですけども、引いていいカードが相当限られますね。魔力編で、マナと手札を増やしつつ、はい、次につながるカードっていう結構無茶な要求をされているように見えますね。さあ、細川選手もかなり厳しいと感じているのか考えておりますね。魔力編引いて、ブドウ、あの、ドローで、差し戻しを引いて、はい、ブドウ弾を打って、ストームを稼ぎつつ、ブドウ弾本体に、差し戻しをして、再度また手札から打つっていうぐらいの動きを多分要求されてますね。なるほど。それかなり難しい状況であるんですけども。じゃあ、パズルの掛け合いを取るという選択肢は、一応、手札には島があるので、また打ってる。まあ、そうですね、ここで、ゴブリンの方を拾っても、決めることはできませんので、はい、まあ、パズルでいい気はしますね。松村さん、スミガの生息地は今44の状態ですので、今毒がもうすでに6個溜まっております。次にスミガの生息地のダメージが通って攻撃が通ってしまいますと毒殺でゲームエンドということになってしまいますので、ここはやはり武道団を取っておきたいですかね。うん、そうですね。武道団と、さ、はい、やっぱりそうですね。はい、武道団とパズルの掛けを取ってきました。ここでフィニッシャーで2つ取ってもあまり意味がないので。はい。さすが選手、1マナ使って、捨て身の儀式でマナを増やしていきます。からの、さあ、赤が4マナ。そしてここは土地を置いてパズルのかけらですかね。そうですね、パズルのかけらがいいと思いますよ。さすがに5枚見れた方がでかいと思いますので、はい。さあ、ここでめくれるか、追加のカードがどうだ。これだと足りないですかね。5、6、7、8、足りずですね。はい、星川選手、これ投了ということでつなげることはできませんでした。はい。第12期モダン新挑戦者決定戦準決勝は、鱗信用を使用している林正孝さんが勝利いたしました。おめでとうございます。はい。